いたがるが行く突撃うまい旅、それではスタート。皆さんこんにちは、うまいたがるのことみです。本日はうまい旅やっていきたいと思います。はい、というわけでですね、はい、本日は豊平区の月サムに来ております、はい、今回はですね、はい、めちゃくちゃ変わり種でございます、うん、はい、実はね、うん、水産会水魚屋さん、お魚屋さんですね。そうですね、はいはい、お魚屋さんに実は来てまして、はい、このね、お魚屋さんで、はい、海鮮丼だったり、うん、お刺身定食だったりと食べるところが、はい、イートインスペースがある、はい、お店にやってまいりました、はい、ということで今回紹介するお店はこちら、魚醤青の水産さんです。こちらのお店はですね、うん、インスタグラムでめちゃくちゃね、はい、うん、人気のお店で、はい、うん、僕もね、そのね、インスタグラムを見て、ね、見つけたんですけど、あ、そうなんですね。そうなんです、ね、とにかくね、あの、まずね、海産物、はい、めちゃくちゃ安い、うん、めちゃくちゃ安くて鮮度も抜群ということ で、はいはい、人気なんですけども、はい、それがね、うん、お店の中で実は食べれるという、はい、穴場中の穴場でございます。地元の方からも多分相当人気なんでしょうね、はいはい、土日だとかね、週末になるとね、はい、お店の中に入りきれなくて外に並ぶぐらいの人がいる、はい、お店となっております。はい、はい、ということで早速中に入って海鮮物を食べていきたいと思います。それではレッツ旨旅。ということで店内に入ってきましたが、もう左手にもうね、貝類がめちゃくちゃ種類があります。すごいよね、なかなかね、スーパーではお目見えできないね、貝たちが、赤貝だったりね、カツホッキ、そしてアサリにハマグリ、はい、めちゃくちゃいろんなのがあります、ね、すごい。そしてこちらには私が大好きなのでさてね、これね、今ちょうど空いてるんですけど、うん、めちゃくちゃでかいですよ、はいはい、でかいよね、でかくて150円、はい、実はね、私ね、こちらのお店で買い物先にね、したんですけど、ホタテはね、めちゃくちゃやばかった、すごいですね、うん、そんな感じで牡蠣を並べますし、はいはい、あとはね、こう大きいね、ホッケとかもあったりします。そうですね、一夜干しかな、うん、一夜干しになっているような、はい、そしてあれですね、はい、こっちにはね、はい、ウニとかもあったり、はい、シャコもありますね。シャコはね、もうそろそろね、終わりなんで、ね、貴重ですね、貴重ですね、はい、はい、そしてこちらにはお魚がたくさん並んでます。もうね、魚がすごいよね、すごいですね、僕もあまりね、見たことのない魚もねありますよね。見て、この、はい、安すぎるよ、結構でかいですから、ね、かなりでかい、はい、うん、こんな感じで、あとはこちらに行くと、はい、塩辛とか海鮮物を使った、はい、なんて言ったらいいですか、総菜みたいなものもたくさんあります、はい、はい、揚げ物もあったりしますよ。いや、楽しみです、楽しみです。でね、ちょっとね、もう奥に見えてるんですけど、はい、あちらの方が、ね、イートインスペースになって、はい、こんな感じですね、はい、はい、で結構前私も来たことあるんですけど、はい、あのね、来たらもうね、予約の札でもうね、ほぼ埋まってます。そうです、ね、なので、あの、食べたい方は絶対予約してください。そうですね、はい、予約をして、はい、完全予約制です。完全予約制、はい、じゃあ完全予約制ということなので、予約をしてからこちらでね、食べていただきたいなと思います。はい、では早速席に着きたいと思います。はい、はい、ということで注文が完了したんですが、今回はですね、はい、お刺身定食のデラックス、デラックス、はい、そしてですね、定食にしたいので、こちらご飯と味噌汁セットにしました、はい、そして海鮮丼はバリューですね、はい、そしてあとはですね、店内にある、あの、揚げ物とか、はい、油っこ、油っこの煮付け、煮物と、あとは白身フライとアジフライ、はい、そして塩辛ですね、塩辛ですね、はい、注文しました、はい、いや、楽しみだねどんなものが来るのか、はい、はい、ということで、あの、さっき予約制って言ったんですけど、もうね、今日すでに予約埋まってました、全部、そうですね、はい、そしてね、あの、お酒も実はこっち、そうなんですよ、ちゃんとありますんで、そうです、
めちゃくちゃ最高です。はい、もうなんか海鮮だけ、海鮮丼を食べるのはさ、うん、結構久しぶりですよね。そうだね、うん、海鮮丼はね、なかなかないよね。釧路かな、釧路でも海鮮丼、あ、海鮮丼行きましたね、自分たちで作れる。あ、はいはいはい、あれ以来ですよね。そうですね、はい、そしてね、はい、今日はね、実はこのね、うん、メニューの中に、ね、はい、あるんですけど、シーフードカレー、これね、ちょっと食べてみたかったんですけど、はい、昨日ね、バカ売れしちゃって、はい、もうね、なくなっちゃったんで、はい、今日の昼から仕込む。そうなんです、残念。残念でした。そしてですね、こちらの青野水産さんなんですけど、うん、インスタグラムをやってまして、そうそうそう、そこで安いものとか、いろんなね、うん、今日これ入りましたとか、それこそカレーとか今日仕込みましたとかっていう、うん、いろんな情報を載っけてるので、ぜひ来る前に絶対にフォローして、いろいろ見ていただきたいなと思います。そうだね、今の時期だったらね、イカとかがね、入ってるからね、はい、それがね、入ってる時に絶対食べたい。そうですね、うん、いかにもなかなか巡り合えないんですよね。ね、2日前に入ってたんですよ、撮影2日前に入ってたんですけど、うん、2日前ならもうないなっていう感じしたら、ね、やっぱり見えなかったですね。はい、はい、ということで、では海鮮丼定食を待っていきたいと思います。はい、はい、ということで到着いたしました。まずこちらが海鮮丼のバリューですね、はい、すごいね、もりもりでございます。もりもりです。はい、そしてこっちが、はい、デラックス、デラックスの刺身定食です、ね、はい、はい、そして先ほど選んだのが白身フライとアジフライ、はい、そして油っこの煮付け、ね、はい、そして塩辛ですね。はい、はい、ということで、なんとね、アルコールも置いてありますので、はい、今日はこちら瓶ビールマルウェーフでいただきたいと思います。最高です、はい。最高、まだ11時ですよ昼からやっちゃいますかカメラマンはノンアルコールでございます。はい、では乾杯。乾杯。最高すぎる。最高だね。じゃあちょっと早速いただきますよ。はい、もうね、見てわかるんだけど、もうさ、分厚さがまずやばいですね。はい、鮮度すごい、うん、もうね、油でもうね、ツルツルです。中トロかな、中トロ、まあ、赤身で、ハマチ、うん、そしてサバですね。で、ここカレーかな、これがシマアジっぽい。シマアジにカレーにホタテ、うん、で、粒、はい、で、甘エビ、はい、で、タコとサーモンですね。すごい量。ちなみにこのね、甘エビは多分売ってるやつです。あ、さっきの下手のやつですね。社長が甘エビって言ったんで。なるほどね、聞こえてた、はい、多分ですけどね違うかもしれない。よし、じゃあいただきますか。なかなかね、ここはね、見つけれないの。本当にね、住宅街の中にある、ね、本当に ね、こんなところにあるんだっていう、うん、そしてですね、青水産さんなんですけど、前コトニにあったんですよね。そう、もともとはコトニにあって、はい、こちらに2023年そうですね4月ぐらいに、はい、来てますね。はい、はい、じゃあちょっとどれからいくか、やっぱりこれいっちゃいますか。ちっとろですね。ちっとろいっちゃいます。はい、最高だ。油やば。ではいただきます。やば、とろ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 、ご飯も熱々うまっ、あー幸せー、肌から最高すぎる、うますぎる。もうね、油のりがやばいですね。やばい、ちょっとこんだけ種類があると迷っちゃいますね。ね、じゃあ、赤身いきますか。はい、すごい分厚い。うわ、うまそうだ。うん、あ、やっぱ赤身がね、うん、さっぱりしてくる。うまい、うまい、うん、これはさ、うん、デラックスで頼んだけど、うん、全然一番大きいスペシャルでもいけるかもしれないです、ね、スペシャルいけたね。うん、うん、
染み渡る。では続いてハマチ。はい。もう本当ね、お肉持ってるみたい。もうこういきます。バンバン。あ、程よいこの食感っていうのかな。うん、もうしっかり合いつつ、うまっ。うん、もうね、新鮮だから、変な深さがマジでない。うまっ。うん、最高。はい、じゃあ私のターンです。私は、まず粒です。うまそうだね。いただきます。最高ですか。めちゃくちゃコリコリ。口コミではね、はい、味噌汁もね、めちゃくちゃ美味しい。美味しいらしいです。飲んでみてください。はい、なんかね、日替わりで変わるみたいですね。はいはい、今日は大根と、うん、あ、うまい秘訣分かりましたわ。なんですか。これですよ。あ、ピーちゃんの頭が入ってますね。で、ネギも入ってますね。はい、ではいただきます。ごいどうぞ。あ、なんか味噌汁も久しぶりに飲みます。うまうまい。あ、本当にね、あの味噌汁だけど、うん、もちろん味噌のいい味もするんだけど、うんうん、海鮮の旨味って感じだね。はいはいはい。あー、なんかラーメンでいうコクが深い的な感じ。最高ですか。うまあー、うまー、染み渡る。染み渡る。うん、これご飯と味噌汁だけでいけちゃいます。じゃあ次はね、はい、海鮮丼の方ですね。はい、はい、こちらがね、バリューですね。はい、バリューでこのボリュームです。すごい、2番目のボリュームで。ほぼ一緒か。いや、こっちタコが入ってる。タコ入ってます。こっちない。あ、いや、あります。はい、あ、あります。スープだけ。そうですね、海鮮の入ってる数が違う。そうだね、3枚ずつぐらいありますけど。はいはいはい。そっちに、こっち2枚ぐらい、ね、はい、うん、ボリュームが違う。じゃあ、醤油かけますよ。はい、最高です。最高なやつです。じゃあちょっと、まだいけてないホタテいっちゃいます。はい、食べやすく切った。はい、はい、うわ、最高だ。最高だ。うん、甘っ。甘い。甘い。うまっ、うますぎる。うん、マジで甘いし、うん、程よいこの繊維感。はいはい、シャキシャキ感がやばすぎる。うめぇ。うますぎる。ちょっとじゃあタコもいきます。はい、ありがとうございます。うん、あ、いいね、この程よい、なんて言うんでしたっけ、食感、歯応え、歯応え、歯応えっていう、うん、最高です。うん、うまっ。最高。はい、じゃあちょっとね、私はね、こちらシマアジ、締めてあるのかな、これは。いただきます。うまっ。やばい、うまい。シマアジめちゃくちゃうまいわ。うん、酢の加減、締め加減もちょうどいい。うん、めちゃくちゃ美味しい。じゃあちょっと私、甘エビいっちゃいますね。はい、じゃーん。そうだ。あ、うん、甘い。うん、うまっ。やばすぎる。これ永遠に食べれるやつ。もうなんか甘いものは甘いし、うん、脂が乗って美味しい魚は脂が乗ってるし、そして何より肉厚だし、ね、もう満足感がすごいですね。もうね、やっぱね、お酒に合うね。うん、うん、最高だね。甘エビも甘すぎてちょっとクリーミーな感じまでありますね。うん、うん、うまい。
じゃあちょっとフライ系も行きますか。はい、行きましょう。はい。これも絶対うまいよ。うまいよ、これは。じゃあ、白身フライか。はい。ふわふわ。ふわふわ。うん、うまー。すごいね。うん、カリカリ。外、うん、うんうん。あ、うますぎる。あ、もう最高だな。最高です。うまい。なんだろうね。これカブじゃない？ね。白身です。白身？はい。ホットモットでいつも食べてる白身と風味は一緒。白身、あ、そう、絶対白身。いや、食べてみてください。白身ですよ。味っぽい。味なんですよ、これ。味じゃないか。白身感だ。はい、ということで訂正いたします。最初に出した方がアジフライでした。はい、アジフライですね。はい、そう。もうなんか見たまんまこの形がするフライっていう感じで言ったので、もう固定概念で言っちゃいました。白身の魚は何だろうな。でもね、どっちも身がふわふわ。こっちカレーかな。あ、カレーなんだ。なんかね、カレーっぽいふわふわで後味さっぱり系、うんうん、味よりね、だからすごい食べやすいですね。ね、うん、まあじゃあちょっとこれ油っこでしたっけ。油っこ、こちらも。うわ、美味しそう。身がめっちゃでかいですね。油っこはね、結構ね、北海道で、まあ、取れるけどね、内地の人たちは馴染みあんまりないですね。あ、そうなんですね。いきます。うわー、うまー。ほんのり甘めの味付けになってて、うん、これ米と最高のやつです。最高ですか。うん、これやばいですよ。うまい。うん、うん、やっぱね、うん、新鮮な魚で作ってるんで、もうね、身がとにかくふわふわ。はい、本当にうまいね。うまい。やっぱ家で作るものとはちょっと違いますね。はい。なんかまだ午前中なんですけど、止まらないですね、お客さんが。もうね、お客さんがね、うん、すごいの。そしてね、ランチもね、予約で埋まってるんですけど、これでもね、来ますからね。一応、本当にさっきほど言いましたが、はい、完全予約制になってるので、はい、予約は絶対にしてください。はいはい、じゃないと、多分帰れないですね。うん、うん、もう一組ね、帰ってったら帰れる。あ、そうなんだ、はい。帰りも海鮮を買って帰れるっていうのがいいですね。ね、今日も買っていくんですか。買ってきます。買ってきました。はい、ついについに今日は久しぶりに晩酌飯を取ろうかなと。ついに、はい。まあ1回取ったけどね、ボツボツだけになっちゃったね。もう肉肉はなくて全然面白くないと思って。面白くなかった、うん、ダメでした。今回は完璧に取ってくださいね。いや、なんか普段のさ、うん、ラーメンとかうまい人見て、やっぱりお店の美味しいところとかを紹介したいっていうのがメインなので、うん、はい、あんまり面白みがちょっとやっぱりないじゃないですか、うん、そうだね。だからそのエンタメ的なところは、そのうまい旅とかラーメン女子じゃなくて、はい、晩酌飯の方でやっていきたいんですよ、うん、だから私の中で編集しててどう頑張っても面白くならないってなったら、もう勝手にボツにする。なるほどね。謎のプライドです。はい、ということでめちゃくちゃあるんで、はい、ちょっと食べていきたいと思います。はい、いやめっちゃ美味しそうで頼んじゃいました。これですよ、塩辛です。はい、わかりました。塩辛うますぎ。あ、めちゃくちゃうまいわ。もう塩辛が絶妙。これは買いに買って帰るの確定です。ちなみに最高ですよね。うん、最高。はい、では続いてこちら、サーモンですね。分厚いね。うわー、脂すごい。すごい。うん、うん、うん、これは何かちょっと、すみません。これ
白身フライの白身がってことですか。カレーかもしくはこれと同じとこっけか。白身フライですけど、ね、白身の力が光りますからね。なんかね、繊維感はね、あんまりない感じなんですよね。そうなんですね。うん、見えるかな。やっぱ白身だから、後味はさっぱり系ですね。そうそう、そして青の水産さんでは、このね、新鮮な海鮮をこの送る発送もやってまして、はいはいはい、それプラスに、あとはね、人数に合わせてお刺身盛りも作ってくれるみたいなので、なんかね、集まりごととか、はい、それこそ夏だったらお盆ですかね。お盆って結構なんか贈り物あったりするじゃないですか。そういう時は、海鮮系、美味しい海鮮を地方に送りたいという方はぜひね、皆さん利用してみてください。いいですね。ね、こんな新鮮な海鮮届いたら嬉しすぎますよね。めちゃくちゃ嬉しい、はい、でもね、この安さはすごいよね。うん、本当に安い。写真で、はい、うん、はい、ということで無心で食べてましたね。美味しいものに見事になっちゃう、はい、いやでもこの時期はさ、みんな外でバーベキューとかし始めたりするんで、やっぱ海鮮物があるとテンション上がりますよね。そして貝類が結構、ね、種類がね、豊富だったんで、やっぱりバーベキューめちゃくちゃ、でね、ランチの時間はね、11時半からですね。はい、はい、はいですね。ちょっとカレー食べたかったな。食べたかったんや。絶対うまいですよ。次はカレーを買って帰りたいと。そうですね。はい。はい。ということで、最後の一口いただきたいと思います。いや食べたね、結構お腹いっぱいだね。結構ボリューミーでした。はい、ではいただきます。ありがとうございます。ということで、ごちそうさまでした。もうめちゃくちゃ美味しかったです。はい、ごちそうでした。はい、はい、ということで、いや、やっぱり新鮮でめちゃくちゃ美味しかったですね。美味しかったね。だしやっぱ肉厚だし、ボリュームもあるし、めちゃくちゃ美味しいのに、あの値段で食べれるっていうのがもう最高すぎましたね。ね、もうね、鮮度がね、ほんと抜群だった。やばいですね、やばいね。そして、いっぱい食べたのに、こんなに買いました。めちゃくちゃ買ったね。何が買ったんですか。ホタテ5枚に、あとカニを2杯、そして、はい、ヒラメとマガレを1個ずつ、はい、そしてあと何、サケトバですね、はい、を買いまして、もうお昼 その海鮮丼とか定食とか全部含めて、お値段が6100円。安すぎる。やばすぎますよね。めちゃくちゃ安い。お酒も飲んでるからね。そうですよね、お酒も飲んでこの値段。ここはね、やっぱり穴場中の穴場なんで。そうですね、本当にね、ご飯を食べたいと思う方は確実に予約をしてください。いや本当に、何名か帰ってますもんね。帰ってるんで。はい、で一応ね、形上は本当に予約してないと入れないよっていう形なので、来たい方は必須で、予約必須でお願いします。はい、普通にね、買い物する分には、ね、全然いつ来てもいいんですけど、はい、週末はやっぱりね、置いてる量もね多いんですけど、はい、すごいね、人で賑わってるんで、はい、朝から行かないと多分なくなっちゃうと、いいものはなくなっちゃいますね、あっという間になくなってくる。はい、はいはい、ということで、皆さんぜひ足を運んでみてください。はい、ということで、私はこれからちょっと時間を空けてから晩酌飯も取りたいと思いますので、はい、皆さんよろしくお願いします。上がるのはね、いつになるか分かりませんそうですね、はい、はい、でもこれはあげます、絶対に
にあげますね、はい、ちょっと、はい、面白くいけなくても何としてもあげますので、はい、はい、ということでこの動画が良かったと思ったらチャンネル登録、高評価、そしてコメントよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。